はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。本日長澤さんでのイベント初日が終わりました。本当に昨日から並んでいただきありがとうございました。まあ夜中並んでいただいて、まあ何事も問題がなかったようで本当に何よりでございます。でも本当今日も朝早から来ていただきありがとうございました。まあ、だいぶ本数が減ってしまったんですけど、明日の分ちょっと動画撮っていきたいと思います。ボールペンもうちょっと値段帯バラバラになっちゃってるんですけど、だいたい固めております。黒書きのボールペンの方もこれだけ残っております。ジンライタモンもありますし、ハワイアンコアもあります。で6000円の部類ですね。こんな感じで7000円の部類、まだココボロ1本あります。でそれ以上ですね。まだハカランダも1本ありますので、そして真ん中の棚が M ペン、パトリオットペン、フィーネペンと、ちょっとこの辺はね、あの価格帯バラバラ混ぜちゃってますけど、ちょっと種類で分けさせて並べさせていただきました。そしてシャーペンの方ですね、方が3本とも残っております。1万円ですね。ペルナンブコ、マースルバーチ、黒柿も3本、ほぼ全部1万円ですね。はい、こんな感じのものですね。でハカランダ、チェリーが1本で、ピンクアイボリーで、カエデの沈黙があと4本、こっちがバーザイメープですね。で神代タモの沈黙、タモの木で、クラロウォルナット、チューリップと、6000じゃないですね、9000の部類がイエローハート、キハダとか、ブラックウッドとか、ココボロ、ホンジュラスローズと、ウォルナット、チヂミ木残っております。で上がツゲ、タモのコブ、カリンのコブ木、サクラ、ハリエンジュ、ケンポナスと、カリンのナミモクですね。でマーズアイローズと、で9番マホガニー、ケンポナスのいい方のモクですね。でハワイアンコアがあります。蝶も 0.5、まあ、ペンシル分が下のナミダと、この2つの3段7となりました。また明日来られる方見ていただければなと思います。まあ、コールーターの方はこんな感じで、ダブルもちょこちょこ減って、シングルもだいぶ減りましたけど、まだこれだけあります。まだ4500円ですが結構残っておりますので、コンプロットもありますし、グリップの方はまあもうこの辺は1人何個でも構いませんといっても、大体1人1個か2個っていう感じですかね。で万年筆もまだありますし、またラデも結構、ラデもね、見に来てくださったお客様もいらっしゃいました。本当にもう最、日本でもラデの世界ではこの表現がもう最高峰、もう最高と僕は言ってもいいぐらいだと思います。マトリックスを含め、まあ、六角サイバーもいます。でペンシース、まあ、長いのがあるんですけど、短いのもね実はちょっと持ってきていて、短いのね意外にねコルタ用でねバッチリですね。まあパトリオットペン用だったんですけど、コルタでもすごいいいなと思いましたので、よければ使ってください。まだ後ろにあります。高崎さんの方では青ステッチがよく売れてたんですけど、神戸に来ると赤ステッチがよく売れますね。まあ、こんな感じで明日もイベントさせていただきます。本当皆様ね、順序よく並んでいただいて、こちらが言ったルールも守っていただいて、スムーズにいったなと思います。本当に
ありがとうございました。明日もまた1日頑張りますので、また明日ね、多分昼過ぎ夕方ぐらいだったら本当にゆっくりできるかなと思っております。いろいろ僕とお話しされたり、まあ、キノコと聞きたい方とか、まあ、作品について何か聞きたい方いらっしゃる方は昼過ぎ来ていただければ少し余裕を持ってお話しできるかなと思います。ではではまたよろしくお願いします。